さあ、医学部行ってみたいと思います。今日の長文の全体像ですが、段落は4つ。で、設問形式こういう感じになっておりますが、皆さん最後の自由英作文ですね。これちょっとさすがに模範解答ないので、ですから問いの1番から5番までをですね、解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。すみません、第1段落でございます。まずは下線部1番お願いします。すみさん、 This finding、 この調査結果ですが、皆さんその直前ですよね、示されている内容がしっかり書かれておりますので、このあたりも含めてお訳していただけるとよろしいかと思います。すみさん、該当箇所を抜き出してみました。まずは下線部の左側ですが、文案書いて皆さんこの上に書いております。そして該当箇所この下ですかね。色は皆さん上と下対応させておりますので、ちょっとそれを参考にしながら聞いていただけるとよろしいかと思います。まず皆さんオレンジのところですね。グッドソーシャルリレーションシップスということで、素晴らしい社交的な人間関係ですね。それは最強で、しかも最も一貫したですね、予測指標であるということです。で、それは何のって言うと、ハッピーライフですから、幸せな生活、幸せな人生の予測指標ですよ。そして、indicating that they are necessary condition for happiness ということで、それらは幸せに対する必要条件であるというような感じでまとめていただけるとよろしいかと思います。さあ、さあ続いて下線部の前半でございます。さあ、文解答もですね、先ほどの続きに付け足しますからね。で、構造はですね、とても簡単なんですね。this finding 主語。で、cuts が動詞ということでよろしいかと思います。で、皆さんも多分そうだと思うんですが、cut はクロースをですね、どう訳すのか、ちょっと悩んだ方いらっしゃるかと思います。もちろん、知らない。という状況の方が非常に多いかと思いますので、ですから、やっぱり訳を当日することになると思うんですね。ですから、私も自分で考えたときに、やっぱアクロース、と言われたらですね、アクロースザカントリー、こういうイメージですよね。国中、国を横断していると。ですから、皆さん、アクロースと言われたら、境目なくですね、こう横断している。こういうイメージが皆さん、アクロースでございますので、ですから、皆さん、レース、人種、エイジン、年齢等々、このあたりですね。で、このあたりに皆さん、境目がないんですよね。ですから、人種がどういう人種だろうと、どういう年齢だろうと、関係ないって感じでよろしいかと思います。ですから、こういう子、たらかんたら、そして社会階級と全く関係なく、全員に当てはまると。オーバーウェルミングリーもしっかり強調の意味で使われておりますので、こういう感じで皆さん参考になさっていただけるとよろしいかと思います。もちろん、意訳でございますので、これが正解とはなかなかいかない分、言い方があるとかなり幅広くですね、採点していただけるはずでございますので、あくまでも一例として考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、最後の部分でございます。皆さん、そうざっとのざっとですからね、うにゃうにゃなので、てんてんてんという感じでよろしいかと思います。で、all other predictors of happiness ということで、幸せの他のあらゆる予測指標ですね。それが look tiny ということで、小さく見えます。かすんで見えるんですね。で、by comparison ということですから、比較的、相対的にですね、小さく見えますよ。みたいな感じで、押さえていただけるとよろしいかと思います。サミさん、続いて問いの2番、お願いします。サミさん、模範解答を書き出してみました。皆さん、まずは、概して他人と実際に関わる時間をということですね。皆さん、概して皆さん、ジェネラリーということでよろしいかと思います。で、他人と実際に関わる時間ですが、このあたりですよね。other people、そして、関わるソーシャライジングですかね。で、時間でございますので、タイムという表現に後ろからかけております。で、それをますます減らしつつあるということですから、皆さん、is decreasing more and more。こんな感じでちょっと皆さん見ていただけるとよろしいかと思います。でですね、今からお伝えすることは別に慶応の医学部に限ったことではないんですが、ほとんど全ての大学と言ってもいいくらいですけどね、長文の中に皆さん並び替え問題とか、こういう英作文ですよね、条件英作文。で、これが絡んでいた場合、実はどう書けばいいのか、もしくはどう並び替えたらいいのかっていう時のヒントはですね、実はこの設問箇所以外のところにヒントが転がってるんですね。ですけど、まだ皆さんは到達していないんですが、この英作文の文章のこの下の方にですね、ちょっと本文と書き出してみましたが、こういう文章に実は出くわすんですね。
で、なおかつ、これもちょっとまた後ででございますが、問いの6番、自由英作文の設問の指示にですね、こういう感じで、もう表現が書かれているんですね。ですから、皆さんこのオレンジの波線とこの棒線のところ、もう本文に書いてあるし、問いの6番の設問の指示にもちゃんと表現があるんですね。で、なおかつ、皆さんこの関わるという表現をどう書こうかなと、もう思った方もいらっしゃるかと思いますが、これも問いの6番の自由英作文の設問の指示のところに、ソーシャライズングということで、皆さん実はあるんですね。ですから、本文の他の表現とか、もしくは他の設問、これが実はヒントをくれることが非常に多いので、ですからそういう意識を持って臨んでいただけますと、別のところからヒントがもらえて、ああ、正解よかった。ということになる可能性も十分ございますので、ちょっと皆さん参考なさっていただけるとよろしいかと思います。サミさん、続いて問いの3番お願いします。サミさん、下線部の前半行ってみたいと思います。まずは、ティーネイジャーズ&ヤングアダルツ、ディーズデイズということで、まあ、最近の10代の人たちと若い大人ですね。は、ギブレスプライオリティということで、あまり優先順位を置かないんですね。で、それは、to just hanging out with our friends ということで、友達と、で、皆さん問題は、hanging out なんですが、まあ、本当はこう、ブラブラするという熟語を知ってれば、なんとかなるんですけども、さすがにそれを知ってますっていう方は、あんまりいらっしゃらないんじゃないかなという感じがしますので、皆さんも多分、意訳をするという感じになるかと思います。ただ皆さん、hanging out の out が外という意味は、皆さんご存知じゃないかなという感じがいたしますので、例えば皆さん、外に出ます、外出します、みたいな感じでやっていただいてもいいんじゃないかなと。で、トミさん、誰よりっていうと、than any generation in recent history ということで、まあ、近年の歴史のですね、いかなる世代よりも、優先はあまりしていませんという感じでよろしいかと思います。で、皆さん、下線部後半でございます。皆さん、replacing the real world interaction ということで、まあ、現実世界の交流を置き換えております。取って変わってるんですよね。で、それが with スマートフォンということですから、まあ、スマートフォンにという感じですね。まあ、これはすんなりいくと思います。ですので、皆さん、模範解答ちょっと上をご覧になってですね、自らの回答と見比べていただけるとよろしいかと思います。サミさん、続いての段落でございます。今度は問の4番ですね。まずは空欄、あ、お願いします。デビさん、これは空所の右側、to がいきなり来ておりますので、自動詞ですよね。で、そうすると選択肢、apply か go か、どっちかなって感じですね。で、もちろん to の目的語が young people ですから、場所を表す go ではいけなさそうですね。ですから正解は apply to ですね。当てはまるということでよろしいかと思います。で、あとは正しい形に直すんですが、主語は this kind、三人称単数ですよね。で、あとは時制ですが、この段落で皆さん時制統一されてますよね。例えばここに now があったり、このあたりですね。これですね。ですから現在時制でいけそうですね。ですから正解は applies ということでよろしいかと思います。で、皆さん続いて空欄 E をお願いします。で、まず一つのヒントは後ろにざっと説がありますよね。で、皆さんざっと説取れそうなものはなんかこのあたりですよね。で、皆さん主語はここに書いてますが、サベイ調査ですよね。で、皆さん、文字がちょっと小さくなって申し訳ないんですが、皆さん、第一段落、このあたりがヒントになってますね。つまり、研究と調査、言い換え可能ですね。で、ざっと説、ざっと説。ということは、皆さん、shows、示すの言い換えが入りそうですね。さあ、皆さん、示すの言い換えはどれですかね。もちろん正解は、リビールですよね。明らかにするということで、示すと言い換え可能です。で、あとは皆さん、主語は、サベイ、三人称、単数。で、もちろん、この段落、現在時制ですので、正解は、リビールズということで、よろしいかと思います。サミさん、続いて、空欄、ウをお願いします。皆さん、これは空所の右側、目的語に時間。そしてなおかつ皆さん、to とつながるものですね。
ですから正解はディボートですよね。時間をうんたらかんたらすることに捧げるということでよろしいかと思います。では皆さん、主語はアベレージアメリカン、単数形でございますので正解はディボーツということでよろしいかと思います。デビさん、続いて空欄 A をお願いします。デビさん、これは空所の左がカテゴリー範疇で、右側オールタイプス点点点ですね。で、その関係性を考えていただけると、もちろん正解はカバーですよね。ですから範疇というのは全てのタイプをカバーしているものですから問題ないと思います。で、あと皆さん、カテゴリー単数形でございますので、カバー、ズーが正解ですね。さあ皆さん、ラスト、今度は空欄、オでございます。で、皆さん、これはもう空所の右側、トゥーがくっついておりますので、自動詞ですよね。ですから正解は、ゴーですよね。で、もちろん形は空欄、オの左側、トゥーくっついておりますので、動詞の原型、そのまんまということで、よろしいかと思います。さあ皆さん、ラストの問題、問いの5番お願いします。で、皆さん、もちろん This Finding、 この調査結果は皆さん手前のところですよね、 Indicate…… that ということで示されておりますので、このあたりを書いていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、下線部の手前から行ってみたいと思います。まずこれですね、We are happier ということで、我々は幸せですよ。で、それは when we are around other people、 他の人たちと一緒にいる時の方が幸せなんですよね。で、それじゃあそれは何よりっていうと、この緑のところです。 when we are on our own ということで、我々が自分自身、まあ、自分一人ですよね、でいる時よりも、他人と一緒にいた時の方が幸せですよ。で、それを受けて this finding に多分つながっていくんですね。で、サプライズングに驚いたことに、この調査結果ってのは皆さん、まず青色のところです。皆さん、be true of ですね。当てはまるという熟語でよろしいかと思います。そして皆さん、この not just もですね、後ろの but also と繋がっていきますので、これですね、うんたらかんたらだけでなく、点点点もっていう感じでよろしいかと思います。で、この調査結果は、こういう人々に当てはまるだけではなく、じゃあ、どんな人々っていうと、その緑のところ、後ろからかかってるんですね。who consider themselves outgoing ということで、自分を外交的ですよね。で、その外交的だと考えてる人々に当てはまるだけでなく、点点点という感じで繋がっていきます。で、皆さん、この上に模範解答を書きましたので、ちょっと参考になさっていただけるとよろしいかと思います。では、さあ、ラストの部分でございます。まず、出だし、バットールソーですが、先ほどの続きでございます。うんたらがんたらだけでなく、てんてんてん、もーということでよろしいでしょうし。そして皆さん、このオブは皆さん、ビートルオブの続きですからね。当てはまる。で、あとは、ゾーズフー、てんてんてんということで、まあ、このあたり、まあ、インワードですから、内向的ですよね。内向的な人たちにも当てはまりますという感じで、皆さん、上模範解答でございますので、これを参考なさっていただけるとよろしいかと思います。ということで、皆さんお疲れ様でございました。皆さん、慶応の医学部、まあ、受験しようと、思っていただいている方も、普段から多分このあたりで練習してるんじゃないかなという感じがしますので、あともこの矢田氏とスタディもですね、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。